皆さんこんにちは、富塚優子です。今日も、不動産と投資の情報をお伝えしていきたいと思います。ここ何回かのシリーズ、株って何ですかですね。このシリーズを、引き続きお話をしていきたいと思います。これまでの仕組みっていうのはですね、まず個人事業主、個人でやってた時から規模が大きくなったら株式会社になっていきます。それには、最初にお金を出してくれる人、出資者、大元になる株主が必要ってことですね。じゃあそこからビジネスを大きくしていくのにお金が足りなくなってきます。金融機関からお金を借りて、親類からも借りて、さらに借りるとしたらどこから、一般の人からですよ。そういうお金を貸してもいいですよという人たちが集まっている一般の人がいるところ、これを市場というふうに呼んでるってことですね。市場を通してじゃあどう株式会社がお金を集めていくのか、このお話を今日はしようと思います。そうするとですね、じゃあ私がすぐに市場からお金を集めて、株式会社やることできるんですかってなりますが、これは申し訳ないんですが、ノーです。はい、この市場で、お金を集めることができる会社、これは限定されています。これはですね、審査をして、厳しい審査がありますので、その審査をして、その会社がどれだけ儲かっているのか、どれだけ借金があるのか、で借金をこれまで順調に返せているのか、でこの会社はこの先将来性があるのか、こういうことをですね、総合的に判断して、じゃああなたはこの株式の市場で、一般の方からお金をお預かりしてもいいですよっていうことが、言われます。で最終的に市場で資金を集めることができる会社というのが決まってきます。この仕組みが、株で結構重要なことになってくるんじゃないかなと思います。ですので、皆さんがこの市場を通じて会社に、その出資者になる、応援するって書き方をしましたけれども、じゃあ私はここにお金を預けて、でその会社のビジネスで使ってもらう、そしてビジネスで儲かった分を私に少しでも返してくれる、私に少しでも持ってきてくれる、そういうことができるんであれば、応援しますよってことでこう応援されてるんじゃないかなと思うんですけれども、こうした仕組みがですね、株式でできることになります。こういった仕組みをこう成り立たせてくれるもの、これが株式ということになりますね。はい、株式を使って会社を応援するということで、そのテーマで今日はお話をさせていただきました。分かりにくい表現もあったかもしれませんけれども、ご質問とかですね、随時受け付けていますので、LINE でも結構ですので、お送りいただければと思います。はい、今日もありがとうございました。